ジョルジ・グーゼーは、ブラジルの男性柔術家、総合格闘家。セアラー州、フォルタレザ出身。アメリカ合衆国オハイオ州在住。チームジョルジ・グーゼー主催。ジョージ・ガーゲルとも表記される。右腕上腕内側に、武士というタトゥーを入れている。総合格闘家のゾイラ・フラウスとは夫人。マーカス・アウレリオの下で、ブラジリアン柔術を学び。 高校時代にアメリカ合衆国に移住した。2003年7月19日、AAC ライト級王座決定戦でルーク・スペンサーと対戦し、パウンドでギブアップ勝ちを収め王座獲得に成功した2003年11月23日、ZSTGP 開幕戦で今なりまさかずと対戦し、1R 開始直後にヒールホールドで一本負け。 2005年8月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン2にリッチ・フランクリン、率いるチーム・フランクリンのウェルター級選手として参加。エピソード6のエリミネーション・バウトで、ジェイソン・フォン・フルーに、判定負けし、トーナメントに参加することなく、シーズンから脱落した。2007年7月7日、UFC73 で、ディエゴ・サライバと対戦し、3から0の、 判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年3月1日、UFC82 で、ジョン・ハルバーソンと対戦し、3から0の判定勝ち。その後は、コール・ミラー、アーロン・ライリーに連敗した。2008年11月15日、UFC91 で、アーロン・ライリーと対戦し、0から3の判定負け。 ファイトオブザナイトを受賞した。2009年6月19日、ストリックフォース初参戦となった、ストリックフォースチャレンジャーズ2で、コナー・ヒュンと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。ありがとうございます。